それでは松田さん監督より一言ずつご挨拶をいただきたいと思いますまずは主人公の実家暮らし無職の40歳橘正治を演じられました松田龍平さんご挨拶をお願いいたしますはい、えー、今日はお集まりいただきありがとうございますあの沖田さんとまた久しぶりにできてあの幸せですあの。 ずっとこういう役をやってみたかったのでとうとう来たかという感じで嬉しかったですありがとうございます,います続きまして本作で監督を務めました沖田周一監督ご挨拶をお願いいたしますあ、えー、監督の沖田周一と申します、えー、今日はありがとうございますずっと松田、ま、さんに こういう役をやってもらいたかったので。<laughs> 念願かなってあ。これはもう雅さんだということで。<laughs> じゃないですけど、はい、あのー、無事にドラマもこうやってきてはい。こうやってね。上映していただいてはい、嬉しく思ってます。よろしくお願いします。まずは松田さんにお伺いいたします。本作のオファーを受けた時の感想を教えていただけますでしょうか。 えー、いやもう本当にあとうとう来たかって感じでもちろんその沖田さんにオファーもらってそのモヒカン以来15年ぶりとかでしたっけ7年ぶりだそうです <laughs> <laughs> そんなたってなかった2倍以上じゃないですか <laughs> <laughs> 7年ぶりということであ久々に沖田さんとできるんだと思ってその嬉しいなって。 っていう気持ちと反面そのやっぱプレッシャーというかもう悲観がめちゃめちゃいいあの映画だったし僕もすごいなんだろういい気持ちにさせてもらったんであの今回どういうアプローチができるかなっていうのはあの撮影入る前ドキドキキししてましたね沖田監督、今の森田さんのお話聞いてみていかがですか。はい そうですねほぼ全く同じような気持ちというかあの悲観故郷に帰るって映画の後に問い終わってえっと僕もあのすごい面白くてまたマザさんとやりたいなって思ってずっと思ってはいたんですけど終わった直後からマザさんがまたやりましょうってすごいあの言ってくれてたんでそれをやっと <laughs> やまたやりましょうすまたすぐやりましょうって言いながらいつの間にか。 十十五年でしたっけ。だいぶ経ちました、ね <laughs>。あれでも十年ぐらい経った気が、<laughs> 僕もしてるんですけど。はい。なんか、そんな感じで、えー、間が空いてしまったんですけど。あ、また松田さんとやれるチャンスだと思って。うん、あのー、僕も心して、また違う。今度は今、今、度はどんなことできるかなって思いながら。はい、望みました。ありがとうございます。お二人の相思相愛ぶりも、すごく伺いましたが。松田さんが今回演じられた。 役がですねマサハルがゲームが得意な引きこもりで家族のはみ出し者という役柄でしたが何か演じる上で意識されたことはありましたかそうですねいや撮影入る前に結構そのマサハルのような暮らしをしてたんですけど割と長いこと そういう暮らしをしてて、はい、<laughs> っていうのは冗談なんですけどあのーゲームしながらずっとポテチ食べるみたいな生活しててこれは役作りなんだと思いながらめちゃめちゃ幸せだなと思って <laughs> あの念願叶ったなという感じでありがとうございます普段からでは普段の生活が 役に生きたような感じです。そうですね。な,なんだろうその先の心配をしないで、こう幸せというなのぬるま湯につか浸か <laughs> るという <laughs> 幸せですね。本当にありがとうございます。 さあ、沖田監督にも伺っていきたいんですが、はい、実家に引きこもっている主人公をめぐる家族の物語となっていますが、監督はどんな思いで監督脚本を担われましたでしょうか。そうですね。あのー、まあテーマはそういうところもあるんですけど、なんか誰誰氏もがみんなそうなったり、または誰かになられたり、そういうことが起きやすいようなこうなんか時代というか中で、こういうホームドラマがまた 作れたら面白いんじゃないかなっていうえっ、ー、とだからまあそういううんテーマだけどあの自分なりにこう面白いとこシーンをいっぱい作りながらはいあの臨みました。うん